正直僕はね、爆竹さんが下手だと思ったことは一回たりともないんですよ。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。青森に住む爆竹大好きおじさん49歳です。外は雪が降っております。1月最後の日曜日ということで、今日は先週ゆうたさんの誕生日の動画あげましたけれども、これを読んでちょっと思い出したことを話そうと思って、このチャンネルのアナリティクスを見ると、視聴者の方が、35歳から55歳、特に40代の方が、8割ぐらい占めてるっていうことで、当時の雰囲気を知ってる方も多いかと思うんですけども、あとそう、余談ですけど、このチャンネル男女比でいうと男性が 80% ぐらいで女性が 20% ぐらいということで、僕爆竹座のライブ行くとね、爆竹座って他のビジュアル系バンドに比べると男性比率が高い方だとは思うんですけど、それでもやっぱりお客さんとしては女性の方が多いじゃないですか。あ、男の人のファンってこんな隠れてるんだって思ってますね。僕実際ライブ会場行って知り合いというか男性で夜って挨拶するのって一人しかいなくて、女の人の知り合いね、挨拶するぐらいの知り合いは結構いるんですけど、男の人っていないので、隠れてこの世界にはやっぱり爆竹のファンいるんだなって、僕みたいに爆竹大好きな男性はいるんだなって、こうアナリティクスを見て思ったりしてるんですけど、それはさておき、当時の雰囲気ね。で、最近爆竹さんを好きになった人はやっぱり爆竹さんって大御所っていう前提でこう入ってくる人が多いじゃないですか。なので誰も爆竹さんのことを下手だっては言わないでしょ。でも当時結構爆竹さんって下手だなって言われることが多かったですね。奇抜な髪型でこう、ルックスも良かったっていうのもあるんでしょうけども、人気先行型のバンドね、そういう感じで言われることが多かったんですよね。で、僕は爆竹さんが下手だと思ったことは一回もないんですけど、それと同時にね、よくネットの掲示板とかで上手いドラマーとか、そういう上手いベーシストとか、そういうのを議論するような、掲示板を見た時に、そこにね、ミュージシャンとして爆竹のメンバーがこう誰かのノミネートするかと言われたら、それもまたちょっと違って、爆竹さんやっぱり5人集まっての爆竹さんで、一人一人個別のミュージシャンとして実力が評価されるとか、そういう地平線上にはいないというかね、全然別のところのものだと思うんですけど、ただそうは言っても、それぞれのメンバーが下手だと思ったこともないし、5人が合算すると実力以上のものが出るっていう、それこそバンドじゃんって思うような存在なので、爆竹さん下手だって思ったことはないんですけど、で、そのなんで当時下手だって言われてたのかなっていうのを今思い出しても、理由がよくわかんないんですけど、ただこのゆうたさんの本「A Days of Innocence」、これにも書いてあるんですけど、確か他のものでもなんか読んだことあるんですけど、なぜビクターを選んで契約したかっていうところに、ビクターは自分たちの好きなようにやらせてくれるからっていうことがあって、この本にはもっとはっきり書いてあって、他のレコード会社声かけてくれたところは、レコーディングもスタジオミュージシャン使うからっていうふうに言われたって書いてるんですね。そこら辺で当時よくあった話っていうことになってるので、そこら辺もあって爆竹さん下手だって言われたのかなって思ったりして、その他のね、演奏力下手って言われてなかったバンドって、実はスタジオミュージシャン代わりにやってたのかなと思ったりするんです。実際当時いたどのバンドのことかなとか、そこまで詮索はしないですけども、爆竹さんは自分たちでやって、それが結果的にね、今につながってるので、非常に良い決断だったっていうことは分かるんですけど、当時の音楽業界だとボーカル以外は別にどうでもいい存在だったんですかね。もう実際メンバーが集まって実力以上のものを出せるところがバンドで、そこをプロデュースできなかったら、解散してもしょうがないですよね。ボーカルとカラオケがあればいいっていう極論になっちゃうんでね。なので爆竹さん
僕は本当にアルバムの張り厚モードの段階から下手だと思わないんですけど、今弾いても全然いいじゃんって思うので、爆竹さん大好きだし、結局 XJAPAN の YOSHIKI さんもこう自分たちを聴いてくれるきっかけは外見でもいいって、まあ、きっかけは何でもいいっていう風に言ってて、爆竹さんも割と似たような感じで、まあまあ声高らかに俺たちのことを音楽で評価してくれては言わなかったんですけど、結果的には今音楽でも評価されるようになってますので、まあ、爆竹さんやっぱりバンドとしては非常にうまいバンドだと思います。